再開後4連勝で一気に6位まで浮上してきたガンバ大阪、今日もその勢いを見せつけることができるのか。17位近江アルディージャのホームに乗り込んでの一戦です。最初のチャンスは中断明けまだ勝利のない大宮、開始5分富山のパスのこぼれ球をムルジャ、早速ガンバゴールを脅かすと9分にはパスをもらったムルジャが自らドリブルで仕掛けます。一気にゴール前まで持ち込んでシュート。対するガンバは14分、左サイドを抜け出したオジェソクがキープしてラストパスを阿部裕之、強烈なシュートを放つと18分には遠藤のコーナーキックにパトリック、3試合連続ゴール中のパトリック、しかしここは江住がセーブ。激しい攻防を繰り広げる両チーム、19分には大宮、橋本浩二のクロスにムルジャ、決定的でしたがこちらは東口がセーブ。両キーパーが攻守を見せる中、27分ガンバのセットプレー、ゴール前のこぼれ球に阿部、さらに今野、先制したのは好調ガンバ。こぼれ球を押し込んだ今野の今シーズン2ゴール目で1対0とします。5試合連続で先制したガンバ、さらに30分、再びセットプレーからこぼれたところを阿部、40分にも追加点を狙うガンバにチャンス、前線でパスをつなぎ宇佐美が仕掛けます。巧みなステップから右足で狙ったシュートがブロックに合うと、代わって大宮、前半終了間際高橋翔平のクロスからこぼれ球をつないで最後は橋本浩二、枠を捉えたボレーシュートは東口がファインセーブ。試合はガンバ1点リードで折り返し、迎えた51分、パトリックが今井を跳ね飛ばしキープするとラストパスを宇佐美、宇佐美の今シーズン5ゴール目が決まりガンバに追加点、2対0とリードを広げます。後半の早い時間に突き放された大宮、59分にムルジャ、決定的でしたがこのシュートが大きくクロスバーを越えると、68分にも再び大宮、今度は右サイドからのクロスをファーサイドでつなぎ最後はムルジャ、しかしこのヘディングも枠の外。負ければホームで連敗の大宮、84分途中出場のカルリーニョスがフリーキックを直接狙いますが、ここも東口に阻まれゴールならず。敗れた大宮は再開後未だ勝利なし、一方2試合連続無失点勝利を収めたガンバ、見事2006シーズン以来となる5連勝を飾りました。